のプランとリオンです。今回は楽器未経験の DTM 初心者の方でも無料音源でできるエモいロックの作り方を紹介していきます。使用するギター音源はスタンダードギター、ベース音源はモドベース、ドラムは MT パワードラムキット2の3つです。ダウンロード先は概要欄からチェックしてください。今回の目次はこちらです。楽器未経験の方でも真似できるようにイントロから順番にパートごとに解説していきますので、ぜひ一緒に打ち込んでみてください。作曲方法は分かりやすいように全て C メジャースケールで説明させていただきます。このチャンネルではこれから DTM を始めようと思っている方や興味のある方、 DTM を始めたばかりの作曲初心者の方に向けた情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていろいろな動画を見てみてください。それじゃあ行ってみよう。ではイントロから作っていきます。イントロの解説がダントツで長いですが、ここを乗り切ればサクサクいくので頑張りましょう。はじめはいきなりギター音源などで作り始めるのではなく、ピアノなどの音程が分かりやすい音源でコード進行から始めるのがいいと思います。エモいロックにはエモいコード進行がつきもの。エモいコードといえばノンダイアトニックコードにセブンスやテンション、そしてメジャーとマイナーどちらにも属さないサス系のコードですね。個人的にはいきなりテンションなどの装飾を入れたコード進行を作るのではなく、まずはダイアトニックコードで作ることをお勧めします。またコード進行は主にダイアトニックコードの1、4、6のいずれかで始まることが多いです。 C メジャースケールであれば C、F、A マイナーですね。 C は C メジャースケールの中でも最も安定する手話音であることから明るく元気なイメージに、F はサブノミナントから始まることで浮遊感のある雰囲気に、 A マイナーはマイナーコードということで少し物悲しげな印象になりやすいです。ということで今回は F から始まるこんなコードにしてみました。このあたり何を言っているのかさっぱりわからんという方は、概要欄にコード進行解説動画をまとめたプレイリストを貼っておくので、そちらをご覧ください。ここからテンションなどの装飾をしていきます。最初の F と G には13度のナチュラルテンションを加えて F6、G6 に、 A マイナーはセブンスに、最後の C は Csus2 に変えます。二回し目は G6 から A マイナー7の間にパッシングディミニッシュで G シャープディミニッシュを挟み、251で G マイナー7を挟みます。先ほどのダイアトニックコードのみと聞き比べてみましょう。もちろんどちらがいい悪い、正しい間違いということはありませんが、今回は装飾をつけたコード進行を採用していきます。次はギターのバッキングを作っていきます。細かい打ち込み方法は過去動画でも解説していますので、わからないことがあればそちらをご覧ください。スタンダードギターはアンプが内蔵されていませんので、無料で使えるアンプシミュレーター IK マルチメディアのアンプリチューブカスタムショップや DAW 付属のアンプシミュレーターで音を歪ませます。無料のものや DAW 付属のものでも選ぶだけでかっこいい音が出せるプリセットがたくさん入っていますので、自分好みの音を探してみてください。ある程度音作りができたら、ギターを上下にかき鳴らすサステイン奏法でコード進行通りにこんな感じで打ち込みます。ポイントとしてスタンダードギターでは D0 がサステイン奏法を再現するキースイッチになっていますので、忘れずに打ち込んでください。一応これだけでもいいのですが、細かいニュアンスを表現するために自分でこのようにミディノートを斜めにカットしてギターの弦を上下にかき鳴らす演奏を表現しています。コードの切り替わりではピッチベンドで弦の上で指がスライドしている動きを再現させています。また人間は常に一定の力でギターを演奏できるわけではないので、ベロシティを調整して人間味のある演奏を表現します。正直根気のいる作業ではありますので、どこまで自然な演奏にこだわるかは自分次第ですね。面倒であればベタ打ちでもそこそこいい感じに聞こえますので、それでもいいと思います。このバッキングはサビでも使用します。一度聞いてみましょう。それではもう一本ギタートラックを用意してアルペジオを打ち込んでいきます。複雑にしすぎない規則性のあるメロディーを意識してみてください。
基本的には C メジャースケールの構成音である白鍵で作っていけば音が外れることはありませんので、いろいろ試してみてください。また各ミディノートの間にはノイズを表現するために小さなノートを入れています。こちらもベロシティに強弱をつけていますが、あまり音量差を大きくするとちぐはぐな演奏になってしまいますので注意してください。こちらも DAW 付属のアンプシュミレーターのプリセットを使っています。聞いてみましょう。そしてもう一本ギターのトラックを用意して、最初に作ったバッキングに合わせてリードギターを打ち込みます。こちらは単音でのサステイン奏法、ベロシティの強弱をこれまでと同じようにばらつかせています。アルペジオのように動きのあるメロディーではなく、バッキングに沿うようなシンプルなものを考えてみてください。ポイントとしてはコードの構成音を使うと安定し、テンションノートを使うとエモさがアップします。例えばソ、ド、シ、ソ、ミとなっていますが、ソは F6 というコードに対して9度のテンションノート、ドは G6 というコードに対して11度のテンションノート、シは Am7 というコードに対して9度のテンションノート、ソは Csus2 というコードの構成音、ミは9度のテンションノートという感じになっています。もちろん感覚でできる方はそれでも大丈夫です。こちらも DAW 付属のアンプシュミレーターのプリセットを使っています。聞いてみましょう。このリードギターはサビでも使用しますが、イントロでは後半半分のみを使用します。こんな感じで下の音からつなげるように打ち込むとそれっぽい音が出せます。この部分はミディの音同士をスムーズにつなげるレガート奏法のキースイッチ F#0 を打ち込んでおきましょう。こんな感じになります。次にベースですね。ベースもリードギターと同じようにイントロ後半から入れていきます。これから曲が始まるぞという演出と、この後のサビなどとの差別化を図るため、動かさずにコードのルート音に沿って弾きます。また、ノイズ感を出すために、ノートとノートの間に小さなノートを打ち込んでいます。そしてポイントは、こちらの装飾音的なレガートスライドですね。ドからオクターブ上のドに上がって、F6 のコードのルート音であるファに繋がっていくという演奏です。とりあえず音を聞いてもらった方が早いので聞いてみてください。モドベースでは A#0 がレガートスライド奏法のキースイッチになっています。つなげたいノート、今回の場合はドオクターブ上のド、そしてファを被るように打ち込むと先ほどのようなスライド奏法が可能です。スライドが終わった後はピック弾きの G#0 もしくは指弾きの F#0 のキースイッチを入れておいてください。次に曲の冒頭にリバースギターの効果音を入れます。まず最初に作ったバッキングの F6 のコードをコピペしてください。その上で長めに打ち込みます。そしてこのミディノートを DAW の機能でオーディオ化します。キューベースであれば編集からインプレイスレンダリングで可能です。そして書き出されたオーディオを DAW の機能で反転させます。キューベースであればオーディオから処理、そしてリバースで可能です。あとはいい感じにフェードインさせれば OK です。これと全く同じ方法でリバースクラッシュも入れてみましょう。ドラム音源でクラッシュシンバルを打ち込み、オーディオ化、そして反転させれば OK です。最後にサビにつながるギターのぶつ切りを作っていきます。バッキング、リードギター、アルペジオをオーディオ化して、それぞれ最後の一拍以外は消します。あとはそれをイントロの最後にお好みのタイミングやリズムで配置するだけです。
もリバースクラッシュを入れればイントロの完成です。パッキングはパンで振って右から聞こえるように、リードは左から聞こえるようにした上で聞いてみましょう。次にサビですね。コード進行はイントロと同じですので、ギターのバッキングとリードはイントロのコピペで OK です。アルペジオは若干メロディーを変更していますが、作り方は先ほどと変わりませんので一度聴いてみてください。次にベースですね。ベースは勢いをつけるために主に8分刻みで打ち込んでいます。基本的にはコードのルート音を弾いていますが、それぞれのコードの構成音の3度、5度を使ったり、ところどころ四分音符にして動きのあるベースラインにしています。このベースラインの詳しい作り方は過去動画をご覧ください。次にドラムですね。ドラムに関してはキック、スネア、オープンハイハット、クラッシュシンバルのみで構成しています。4小節に一度このようにタイミングや打ち込み方を変えて、フィルと呼ばれるこのようなフレーズを入れることでつなぎ目をかっこよくできます。 MT パワードラムキット2にはこういったドラムパターンとフィルが膨大に収録されていますので、ゼロから打ち込むのが難しい方はこちらをぜひ有効活用してください。そしてサビの始まりに勢いをつけるためにインパクト、スイープダウンと呼ばれるこのような効果音を入れます。こういったオーディオ素材の入ったサンプルパックは WA プロダクションのホームページでたくさん無料ダウンロードできますので、ぜひ探してみてください。合わせて聞いてみましょう。次に A メロですね。若干ですがコード進行を変えています。バッキングギターは前半はあまり刻まずに、後半から勢いが出るよう細かく刻んで打ち込んでいきます。またこちらではコードとコードの切り替わりの際にフレットノイズを入れています。ドラムの前半はシンプルにシンバルとキックのみです。最後にフィルを入れて後半につなげます。後半からはスネア、そしてサビの時のオープンハイハットと同じ要領でライドシンバルを入れて勢いを出していきます。A メロの後半ではまずギターを1本増やしてコードに沿ってパワーコードで打ち込みます。ノートの長いところはサステイン奏法、短いところはミュート奏法。これまでと同じようにコードの切り替わりではフレットノイズを入れるのと、ピッチベンドでスライドさせています。
そしてリードギターも入れましょう。こちらはあまり細かすぎないメロディーを C メジャースケールに沿って打ち込みます。その後オーディオ化してリバースさせると、何とも言えない不思議なリバースギターのリードメロディーが出来上がります。お好きなリバーブをかけて加工すると幻想的なサウンドになります。そしてベースは基本的に4分と8分刻みでコードのルート音を弾くのですが、ポイントは最初のスライドですね。まずは音を聞いてみてください。イントロのレガートスライドとは違い、ノートは一つの音程を打ち込み、ピッチベンドを使って弦の上を指が動く奏法を再現しています。キューベースではこのように一つのメモリで半音単位で動かすことができ、12と書いてあるということは上下1オクターブずつで設定できますので、鉛筆ツールなどを使って斜めに書くことで先ほどのような動きをつけることができます。 A メロを合わせて聞いてみましょう。では B メロですね。また若干ですがコード進行を変えています。ポイントは一番最後ですね。これまでのように C で着地するのではなく、 F メジャー7、 E マイナー7の後に A マイナースケールの同主調である A メジャースケールの D を借りてきて、その後 E サス4、 E7 のセカンダリードミナントで終わります。この理由は次のラッサビを作る際に紹介します。ギターのバッキングはこれまでと違ったリズムで打ち込んでいきます。 B メロは少しおとなしくしてサビの勢いのある演奏と差をつけることが多いですが、今回はあえて勢いづける感じのリズムを入れています。細かく刻んで勢いのある部分とそうでない部分をこのように4分割して考えると分かりやすいかもしれないです。奏法はすべてサステインです。パワーコードも入れます。リズムは先ほどのコードバッキングに合わせていますが、ノートの長いところはサステインで、短いところはミュート奏法にしています。次はリードギターですね。 C メジャースケール内の音、ベロシティの強弱をつけるなどはこれまでと同じですが、ノートの長い部分と短い部分がありますよね。この理由は先ほどのバッキングで細かく刻んで勢いを出した部分は、リードギターはアルペジオ的な感じにして動きを緩やかに、バッキングの演奏が緩やかになっている部分ではリードギターは動きを出して勢いをつけているという感じですね。次にベースですね。これはほとんど今までと変わらず、ギターのバッキングのリズムに合わせてコードのルート音を打ち込むだけです。一番最後だけピッチベンドでスライドさせています。ドラムも今までと同じように、使用するのはキック、スネア、オープンハイハット、クラッシュシンバルですが、ギターバッキングとベースに合わせるように打ち込んでいます。また最後は
ここで B メロが終わってサビが来るぞという雰囲気を出すためにあえて音数を少なくしています。そしてイントロからサビに移る直前に入れたギターのぶつ切りをここでも入れます。作り方はイントロの時と全く一緒で、 B メロの最後をオーディオ化して刻み、好みのリズムで貼り付ければ OK です。 B メロを聞いてみましょう。さて、ということでラスサビですが、これは超簡単です。サビをコピペするだけで OK です。ただそれだけではつまらないので、今回はここまでの C メジャーキーから半音上の D フラットメジャーキーに転調させます。キースイッチやドラム以外の音程のあるすべてのノートを半音上げるだけで OK です。なるほど。ラスサビで転調させるから、B メロの最後は C で着地するんじゃなくて、セカンダリドミナントの E7 を入れたんだね。ドミナントセブンスやセカンダリドミナントなどの不安定なコードを入れることで、次はこれまでと違う展開が来るかもと予感させてスムーズになります。こちらについて何を言ってるかわからないという方は、概要欄記載のコード進行解説動画をまとめたプレイリスト内の転調についての動画をご覧ください。 B メロ終わりからサビの流れを聞いてみましょう。これで出来上がりです。ここまでの作り方は初心者の方でも分かりやすいように C メジャーキーで解説しましたが、ボーカルを入れたデモ曲は D メジャーキーに移調したバージョンになっています。作り方は変わりませんのでご安心ください。それでは全体を聞いてお別れしましょう。さようならー。